か。かしこまった。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の大使、ウィズパークピット。小田原セバシナリオの織田信長編第6話になりますね。はい、始めていきます。ここでなんか一気かなんか起きたんじゃないのか。うん、一気起きてね。駿府、兵が1です。はい。これかなり、いいです。どうしようか。これが、あれだよね。こっちで、8日だよね。8日。こっちが、行くぞ。了解。どうしよう。とりあえず、部署入ってるから、こっちも同時に狙っとこうか。うん。落とせない。これじゃ落とせない。手を打とう。ちょっとこっち上の方行こうか。出陣しよう。これこう行っても取れないしね。今日10日か。多分こいつは張り付かなければ多分そのままAAOで取れたと思うんだけど。見たか。我が軍略を。とじけなし。手を打ちましょう。進め。一気起きてるよね。じゃあこれは対名でこれ民中4アップ。この志必ずや果たしてみせようぞ。で33になるから一気落ち着くんじゃないのかな、これで。まあよくわからんけど、まあ行こうか。ああ、ええよ、カンボル行かないか。もうすぐでしょ、ことか。うん。はい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 。でも北条さん死んだけど、あれだ。なんか後取りだね。通称結んどこうか。報告いたします。ご命令。北条さん、誰が当主になったの。勢力。武将多いでしょ、北条さん。かっこいいイケメンのリジテルさんが。歩兵できないかな。あ、できるできるできる。一気収まってたね。こんなんいらないかな。この6000円あげる。かしこまった。ここもあれか、なんか、援軍貸しくんねえかな。秀吉貸してくれればいいのに。さすがにどう、あれか、家康くんと潰すためには貸してくんないか。じゃあ、進めていこうかな。兵糧も、厳しいんだよね。確かね。は。継続発展をやっていこう。かしこまった。発展して選択。漁村を作って。は。余ったお金は、取引を行いましょう。兵糧買っとこう。取り計らいます。じゃあ進めていきます。この城。もらったぞ。この城もらったぞ。いいですね。ありがとうございます。行くぞ。遅れを取るな。こっから全部出てきてくれるんだったら嬉しいな。ちょっと進めてみようか。待機せよ。この城、我らがもらい受ける。もらい受けました。じゃあここ行こうか。23,000の。出陣するぞ。どうなんだろうね。
行こうか。出陣しよう。ヨーパか。行くぜ。こっちつつが解散しないかな。出陣するぞ。解散しないっぽいね。7日で来る。援軍借りようか。あー、この辺貸してくんないの？貸してよ、ケチくさいね。この辺からちょっと舞台出そうか、じゃあ。結構時間かかるね。出陣するぞ。あ、消えた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 。これかなりいいね、消えたのがね。じゃあこれは、とりあえずここに置いといてあげよう。出陣しよう。で、これは、ここに切り替えよう。出陣するぞ。これは返そう。プロもったいない。で、待機せよ。標高78。持たなさそうだけど、とりあえず、標高やってみようか。報告いたします。ご命令。ああ、落としたばかのここか。ああ、一個来たんだ。そっかそっかそっか。家康くん、どっかに戦争してて、北条と家康くん戦争してんのかな。あ、そうだね。北条が噛みついて、あれだ、壊してやってないんだ。ははははは。は。あ、どんどん一件起きてるってことだね。そしたら、甲府タワーもどんどん兵が減ってくってことだね。進めていこうか。かしこまった。まあ、兵糧も入ったし、ゆっくり行きますか。どきな！相手にならねえよ！かたじけない。これ、息起きてんだもんね。行くぜ！先陣を切らせてもらう！こんだけ集めるってことは、甲府ゼロに なるね、これ。ああ、集めなかったね。方位76。交渉ついた、交渉しようか。あ、交渉ついた、交渉しようか。で、2個連続で交渉できそうだね。酒井さん。仲いいからね、全面解放してくれんだろうね、きっとね。酒井たず、たたつぐさんね。おぉ。おい草、我らの勝ちぞ。全面解放お願いします。しないか。したら、なんか、集めてきたね。部分入場しようか。ノブを入れる？ノブを入れて、ここから出してもとこうか。進め！ 1800 で来る。行くぞ。ちょっとこっち行ってみる？進め！ここ6800でしょ？
9000。8300持ってきたら大丈夫だと思うんだよね。進め。え、これは返そうか。これ返そう。うん。こんなんで家康軍取れるんじゃないのかな。報告いたします。先月の終始です。これより表情を行う。軍事と論議できます。44、40、37。これにて表情を終え。対面。どうなんだろうね。甲状腺式低下中。使えるんだろうか。わかんない。とりあえず移動、高速移動速度の方がいいよね。ゲチよ。うん。はっ。防衛しようか。かしこまった。かしこまった。かしこまった。いいんじゃないかな、こんな感じで。まだ1年間ぐらい同盟できる。同盟続くね。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。うん、いい感じかな、これ。うん。報告いたします。ご命令を。急速発展しよう。承知いたしました。発展で漁村を。かしこまりました。うん。商業も承知いたしました。決めて取引を行いましょう。ここは記憶をやっても問題ないけど、ああ方位にしようね。これ129日、これ足りる。ここも、方位33日、交渉ついてるね。ちょっと経ったから交渉しようか。これでいいんじゃないの。即交渉しようか。家康くん、やっぱあれだね。うん、ああ、全部成功したらよかった、よかった。相手にも容赦はしないぜ。あと18日ね。おお、いいね。18日とこっちは ?120日。長いな。返そう。あとな、これで ?7 人と、70人ぐらい入ってくれるのか。いいね、いいね。どきな!相手にならねえよ!かたじけない。したら、こっち行きたいんだよね。この、真田さん?うん。欲しいんだよね。でもまだ勝ってないからやめとこう。通称結べるようになりました。結んどこうが一応。報告いたします。ご命令を。撤去施設選択で。忍びの里とこれが、まあ結構あるね、いらないゴミはね。新鉄継続発展、
ああ、これしかないのね。親切で。ああ、漁村作れる？どこ作れる？ああ、つくとこつくとこ。はっ。承知。ちょっとこれいらないよ。親切っぽ漁村作って。はっ。ここに、宿場町作って。かしこまった！貯水作れるところは作って。はっ。で、承認帳が3箇所作れるね。1箇所、2箇所、3箇所と。かしこまりました。で、準検場、ここいらに、うん、真田のね、城。承知いたしました。かぶるように作って。ああ、ここも作っとこうか。いや、でも、こっちの方がいいね。承知。うん。で、ここ落としちゃえば、真田も取れるね。あ、水攻め66か。水攻めにしよう。じゃあ進めていこう。報告いたします。でも出てこないから一人でもいいんだけど。これより表情を行う。そうだろうね。援軍とか来るんだったらそのまんまね、やっとかないとまずいですけどね。51、44、42。これにて表情を終え。あー、これ、城内長楽、これ、領主交渉優位、取っとこうか。これも、これは取っとなくて。ご命令を。どうなんだろうね、これ通商協定結んでるね。真田と通商協定結んでるから、真田が遠慮分飛んでくるかもしれないから。でも、援軍飛んできたら負けるね、いや、一人で。で、飛んできたら飛んできたでさ、こっち攻め込めばなんとかなるでしょ。はっ。じゃあ進めていきます。報告いたします。ご命令を。商業進めて取引を行いましょう。フェーズを勝ってんだね。承知いたしました。で、発展漁村、漁村かしこまりました。で、あとは適当に進めさせればいいんで、あと3日ぐらい、あと6日。うん、いいですね。まあ、一回評論かなくて。悪いが、負けられぬのでな。はい、ということで、家康くん。いいな、おまさ。ね。うん。本田忠勝。ね。はい。入ってきました。服部半蔵も来ましたね、もう。うん。ということで、強い武将がいっぱいね、入ってきました。また若い武将もね、12歳ね、うん。入ってきてるんでね。有能ですね。部分入場させます。
はい、じゃあ、このまま進めて。志、果たせぬか。ああ、一気に起きたんだね、うん。報告いたします。しょうがない、しょうがない。ご命令を。じゃあ、民地あげとこう。この志、必ずや果たしてみせようぞ。で、この辺は一気に収まったんだね。はっ。一気収まってもなんか城はボロボロだね。承知いたしました。承知いたしました。5年かかるわ。まったくこんなボロボロだったら、まあ頑張れば2年半ぐらいで、2年ぐらいでまともに使えるようになるけど、開発で、ここだよね、問題なのね。棚田まで。かしこまった。かしこまりました。かしこまった。だね、ここら辺をちゃんと固めとけば。勝てるでしょ。はい。ということで、第6話ね、この辺でね、終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ちょっとだけ、内政やっときますけどね。取引を行いましょう。ゴロやらない。継続発展をやって、発展で、漁村を、おー、いいね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 。さすが、武将がね、いっぱい増えたんで。かしこまった。これでだいぶ楽になったんじゃないのかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。